どうも、盛大です。今回はメトロノーム、これですね。音だけのやつとかいろいろもうありますけども、その中でもメトロノームに対する勘違いと言いますか、このリズム練習、いわゆる楽器を弾く時のですね、リズム練習についてのあり方、まあいろいろ最近はコンピューター相手に作るような楽曲やなんか、まあ私自身もこう作ってたりするんですけども、そういうのにおいてのそういう、こうグリッド感といいますか、こう縦に切った時のグリッド感といいますか、そういうのを対象とした、まあ本当時間的な狂いがないという、そういうまあ作品にする上でですね、綺麗に時間が合ってるという、まあそこを良しとするならば、そういう練習、まあクリックやメトロノームに合わせる練習っていうのは、まあ確かに全く意味がないわけではないと思うんですよ。まあそれだけ合わせられるということでですね。でもこれいろいろ撮ったことのある人はわかると思うんですけども、結構人間のリズムで弾くフレーズやなんかがなかなかこうそのハマらない時とか、そういうのが多々あるんですよね。録音していて、え、これはちょっともたるなぁみたいな、これはちょっと早走るなぁみたいな感じで思うことがある方が、私も実際そういうたちなんで、何度となくそういうのがあったんですけども、まあそう思われる方も結構いらっしゃるんじゃないでしょうかね。でやはりメトロノームで綺麗に合わせる、まあこれはそういう絶対狂わないという楽曲やなんかですね、そういう打ち込まれたやつに対する練習としては、ある一定のちゃんと効果といいますか、そういうメリットといいますかですね、そういう合わせる上でのメリットというのは、それはあると思うんですよ。ただやはり人間同士でやる場合、バンドですね、まあそういうシーケンスとかを使わないで1、2、3、4でやる、まあ4、5人、3人のバンドでやる場合においてはですね、もはやそこは不要になってくるんですよね。と言いますのも、人間のリズム、もう人間が出すリズムですね。まああえてメトロノームというのは、私はもうリズムとは言いたくないんですよね。あれ信号ですよね。人間がやるという以上は絶対に狂うんですよ。これは間違いなく狂うんですよ。もう音を聞かず、もう一定のリズムを刻める、もうコンマ 0.00 何秒まで違わないとか、そういう人はまず人間ではいません。もう断言できます。ずーっと合わせられる人はいないんですよ。でなぜそこでそのメトロノーム練習がいるのかというと、やはりこう人間のリズムは波があるんですよね。こう一定の波が、まあ、バンドとかでもすごくわかると思うんですけども、この一定の波があるんですよね。そこの波をなるべくこう崩さないように、あまり上下にぶれないような感じで行くことを目的とした、そういうリズム練習と私は思ってるんですけどね。そういうのがまあ聞いてくるのが、そういうクリックやなんかのガイドに沿った練習だとは思うんですけども、いざやはり人間が実際にライブとかで他の他人と合わせる場合にですね、
やはりこうズレがもう少なからず生じるんですよね。まあそれが人間的な良さ、人間が作り出すリズムの良さ、気持ち良さ、まあ、機械にはない、コンピューターにはない気持ち良さが出てくるんだと私は確信というか信じてるんですけども、でその一定の波をこう崩さないようにするための練習、それがメトロノームでの練習というふうに私は、まあ、考えてはいるんですけどね。で私自身も、まあ、最初からそういうメトロノームクリックのガイドに沿ったような、まあ、エクササイズですね、リズムっていうかのあんまりやってこなかったに口の人間なんで、もうそういうのはまあ得てしてそう楽しくないんですよね。まあ楽しい方もいらっしゃるとは思うんですけども、もういかに狂わずにこうガーッと規則正しく弾けるか、この流れを止められずにずっとどこまでも弾けるかみたいなところで、まあそういうのが好きな方はまあいいんでしょうけども、私個人としてはなかなかそれがちょっと気に入らないというか、受け入れられないというか、まあ面白くないっていうか、まあそんな感じで、まあもっぱらずっとやってたのはまあ音に合わせてですね、まあ好きなアーティストの音源に合わせて弾いたりとかですね、そういうのがもうほとんどだったんで、あえてやらずにいたっていうところですかね。まあ人間は絶対狂うという前提のもとにおいての音楽、それで私はもういいと思うんですよ、人間がやる場合はですね。それのいわゆる補正といいますかですね、もう機械の音っていうのは拍と拍の間っていうのが絶対にこう狂わないんですよね。そこを例えばまあ目標ではないけども、そういうガイド的な感じで流れているというのが正解なんじゃないですかね。絶対にどんなもう一流どころでもやはりこう曲の速くなったりちょっと遅くなったりとか、そういうのはやはりあるんですよね、絶対にあるんですよ。でそれを気にせずに聞かれるっていうか、それぐらいのレベルのに持っていくための練習っていうか、そういうところが私はそういうメトロノームやクリックを使った練習になると思うんですけどね。まあからこうライブ中はこう熱くやるんですけども、旗と第三者的なまあ目線で見たという別の目で見ている自分というか、まあここはちょっと走るなみたいな感じで、そういうところがやはり熱くなるライブの場面でもある程度の自制というか、そういうのがまあ必要になってくるとは思うんですけどね。でメトロノームもまあ鳴らし方といいますか、皆さんやられてると思うんですけども、まあこういうを1拍目3拍目と取る場合、1234 1234 1234と取る場合と、鳴ってる部分を204拍と取る場合、2 3 4 2 3 4 2 4 2 3 4っていう場合と、あとまあこのテンポなら倍にして前拍鳴らすとか、1 2 3 4 1 2 3 4とか、そういう感じでやられると思うんですけども、まあまあ人それぞれやり方はあるんですけどもね。で例えば
これぐらいのテンポでやってて、この辺が宙に上がったり、またもたったり、でまた上がったり、でまたもたったり、こういうのが出ると曲中にあまりにもこう明確に出てしまうと、曲として楽曲としてのこう成り立ちといいますか、こう成立しない、気持ち悪い、不自然というかですね、そういう部分が聞いてて出てくるんですよね。まあそれを矯正するためのまあ練習、そういう感じの受け止め方ですけどね。で、またまたジェフ・ベックの曲とかで例えますと、まあ、あのブローバイブローのスキャッターブレインという曲があるんですけども、ドラムがリチャード・ベイリーでこう録音された曲なんですけども、最初の方のテンポリズムと後半もう高田近くのテンポというのは結構かなり上がってるんですよね。で、けどもまあ確かにこう抑揚感といいますか、高揚するとやっぱこう上がっていくっていうのはこう自然な流れであって、まあそれを全くこう否定するつもりは全くないんですよね。ただ旗とこう冷静に聞くと、ああやっぱり この辺はかなりもうテンポが速くなったんだなみたいなことがもう見て取れるんですけども、ただそれってあんまり違和感っていうのは感じないんですよね。聞いていて冷静に考えるとかなり速くなってるんですけども、まあ、それが多分人間が出すうまい狂い方といいますか、人間が出すリズムの面白さというか、心地よい狂い方と言ってもいいんじゃないかなと私は思うんですよね。で、昔はそういうテイクが結構そのまま本ちゃんと言いますか、そのまま発売されているようなもうやつも結構ありますよね。ここはちょっともたってるだろうって思うんだけども、けどもまあそのままもうこの雰囲気ならいいかということでそのまま出しちゃうみたいな感じの、そういうのが昔は結構多かった気がしますけどね。まあ、最近はなかなかそういう、まあ、綺麗に撮るというか、まあいい意味というか、そういう綺麗に撮る文化といいますか、特にまあそういう傾向が強いような気はしますけどもね。だからそういう人間が出すそのリズムのこのうねりというか、そういうのがなくなったような曲、いい意味で狂っていくような曲、うん、もう人間の鼓動と一緒でやはり興奮していくとこう心拍数が上がっていくとか、そういうのがあるじゃないですか。そういう曲っていうのがあまりにもこうなくなってきているというか、まあこれは日本の中のことっていうかのが、まあ世界的にもそうなんかなこと、そういう傾向が本当強くなっているのかなとか思ったりするところですけどね。で、人間のやることなんで、もうこれは走ったりするのは当たり前なんですよね。やっぱ気分が上がって心拍数が上がる、高揚してくる、バンドの音が曲が進むにつれどんどん速くなっていったり、まあそれはもう致し方ないところで、まあ走っていけばそれに一緒にやっぱついて走っていく自分もみたいな感じで、まあこれはもうソロギター、まあ弾き語りとかですねにしても、デュオトリオにしても、まあ、ちょっと大所帯のバンドにしても、やはりもうそこは同じことで、まあ、それが人間が
奏でる音楽の良さなんじゃないんでしょうかね。まあそんな感じで今回はメトロノーム練習について私なりのこと、私が思うことをちょっと語ってみましたけども、皆さんはどう感じたでしょうか。どうもありがとうございました。盛大でした。